それでは今回は前線と雲についてやっていきましょう。はい、こちらにですね氷水で冷やした空間がこっち側にあります。はい、はい、であのね冷たい空気が漏れないようにも、ね、ラップしてあります。はい、はい、こっち側がですね常温なので、まあったかい空気ですね。そっちよりはあったかくなってるっていう、はい、はい、温度差があるんですね。そうですね。でちょっと空気目に見えないので目に見えるようにするために、線香で色をつけましょう。空気に、はい、煙を入れていくと、はい、はい、ここに煙を入れます。ではですねこの真ん中の仕切りを取ってみます。いきます、はい、3、2、1、それあよいしょ。すごい勢いで下に行きましたね。そうですね、はい、すごい勢いで。ということは冷たい空気が温かい空気の下に入っていったと。はい、そういうことですね。冷たい空気は温かい空気よりも、まあ、重たい、はい、重たいので下に入っていくということですね。なるほど。これはじゃあ前線のできる仕組みですかね。はい、そうですね。冷たい空気と温かい空気の面のことを前線面って言いますね。はい、うん、なるほど。はい、で冷たい空気はこう追いかけていって温かい空気とのこの境目ですね、はいはい、ここをね前線って言いますね。なるほど、うん、で前線がまあ温暖前線と寒冷前線がまあ有名かなと思うんですけど、はい、暖かい空気がそこにいて、うん、冷たい空気がぶつかって下に入っていくのが寒冷前線、うん、はい、で冷たい空気がもともとあって、うん、暖かい空気がぶつかって、まあ、冷たい空気を押しのけて上に上げていったのが、うん、温暖前線になりますかね、はい、そういうことですね、はい、まあ、どちらにせよ冷たい空気が下に行くと。で、あの暖かい空気と冷たい空気のこう境目で、はい、よくあの雲ができますよね、はいはい、で雲ができて結構雨が降りやすかったりするんですけど、はい、次はですね、はい、雲を作る実験やってみましょうか。あ、はい、雲っていうのは上空でできるわけなんですけど、はい、まあ、上空になると空気が少ない、つまり気圧が低いですね、はいはい、気圧が低いところで起きる変化をちょっと調べてみましょう、はい、うん、こちらにですね、袋があります、はい、で袋の中にですね、まあ、少量の水、はい、ほんの少し湿らせてあります。あとちょっと線香の煙入れましょうか、はいはい、あ、もう OK です、はいはい、大丈夫ですか。はい、はい、でここにねさっきから気になってるかと思いますが、液晶温度計と呼ばれるもので、まあ、温度が変化するとですね色で知らせてくれるものになってます、うん、今26度くらいですね、はい、はい、でこれをこの袋を入れて、あとこちらにね黒いものを入れました。これはね気圧計ですね、はい、気圧がどう変化するのか見てみましょう。さあ、でこれはですね真空保存容器と呼ばれるもので、食品をね長持ちさせるためにあの売られていますね。真空を作っていくんですね。そうですね、はい、酸素を抜くことで食品が長持ちするのでね、はい、で真空保存容器なので、まあ、お家で簡単にね真空が作れるものになります、はいはい、じゃあここに当てて、はい、はい、先生こうやって頑張って真空を作ってくださいこれこのままこれでそうですね、はい、それでいい感じです、はい、じゃあ温度の変化と、あ、気圧計大丈夫ですね。あ、袋、あ、同時に変化してきました。持っていいですか先生。はい、はい、気圧計はどんどん敷いて、あ、はい、もう一周しちゃいますね。すごいですね、はい、まだ。そして袋は大きくなってくる。そして袋の中には、おお、お、袋がパンパンに膨れてきました。素晴らしいです。まだいけますか。はい、ちょっと温度はどうですかね。変化しました。最初24度くらいって言ってましたっけ。26度くらいって言ってたかな。26度くらい、あ、結構、まあ、22ぐらいですね。気圧を下げると、はい、これでね温度が下がるっていうのが分かりますね、はい、もっとじゃあ引いてみましょうか、はい、だいぶ硬くなる、はい、だんだんと。さあ温度はどうでしょうか。はい、ということで、まあ、温度が下がったというのが分かると思います、はい、で、ね、真空にしていくと気圧が下がる、はい、温度が下がるとこのね袋の中が白く曇って雲ができると、はい、いうことなんです。ただちょっと見えにくかったですね。そうですね。じゃあもっと分かりやすくする実験やってみましょうか。はい、行きましょう。こちらにペットボトルを用意しました、はい、そしてあのハイチ先生持っているのは無水エタノール、はい、薬局とかで手に入るものですね、はいはい、これをペットボトルの中に無水エタノール 5ml 入れてください。 5ml、 あ、そうですね、はい、あと、はい、5ml、はい、
そしたら蓋を閉めて、はい、横をキュッキュッってちょっと思いっきり押したり、ここを離したりしてください。はい、こっちですかね。はい、どうでしょうか。わかりますか。あ、そこまで。どうですか。あ、ということで、まあ、このままではね、何も起きないんですね。あ、起きないんかい。はい、失敗したかと思ってすごい今罪悪感に襲われたのに。あ、違うんですね。違う。まだあるんです。はい、ここからですね。さすが先輩、はい、だから雲は、はい、まあ、そう簡単にはできない、できないと、はい、いうことですね、はい、無水エタノールぐらいじゃできないと、できない、はい、ということですね。どうしますか。はい、でこの中に核を入れなくちゃいけないんですよ。まあ、はい、雲ができるという時には核が必要なんですね。核、はい、はい、でそれに使うのが、さっきは線香を使いましたけど、はい、まあ、こういうものでもできますね。消臭スプレーとか、はい、こういうものをねちょっと入れます。じゃあちょっと蓋開けてもらっていいですか。はいはい、ちょっと手で温めて、まあね、さっきもそうですけどね。で同じようにでギュッて押してパッと離すと、結構ギュッて思いっきり。そうですね、はい、いきますよ。で、あ、大丈夫です、今のでいいです。ギュッて押して、でそれで離すた時にどうでしょう。はい、こう見るとこう白いじゃないですか。はい、これほら、あ、透明で、あ、本当だ本当だ、めっちゃできてはいる。わかりますよ、わかりますわかります。こう消えて出てますもんね、マネコがね、こわーってなってるんですよね。はい、先生どうでしょう。わかんないっす。ちょっとじゃあもっとわかりやすい雲作りましょうかということで、はい、はい、先生はまだ雲に満足してないということでそうですね、まあ、もっと見たい気持ちはありますあ、そうなんですね、はい、もっと見たい気持ちありますか。はい、はい、まあ、ちょっと今の分かったところは、はい、まあ、あの核がないと雲ができないと、はい、常温では、はい、だけどもっともっとね冷やしてあげれば、はいはい、マイナス40度以下だと、はい、もっとね簡単に雲ができるという、なるほど、ことなんですよ。はい、なんで僕のラボにはね液体窒素ありますのでなるほど、ちょっと皆さんに大きな雲を見せてあげましょうよ。マイナス40度以下が簡単に入ってくるとそうです、ね、なるほど、分かりました。はい、ちょっとやってみましょう。はい、ではちょっとやってみましょうか。はい、はい、やり方ですね、こちら、バケツがあります。はい、はい、でここにお湯ですね、熱湯がありますので、ここに入れます。はい、もうすごい湯気ですね。はい、湯気ですね。でね、たまにこれをね水蒸気っていう方いると思いますが、これ湯気ですね。はい、はい、この湯気が空にあれば雲だし、山の中で発生すれば霧だし、はい、まあ、呼び方が違うだけ水の粒ですね。はい、はい、この状態をだから作りたいと。はい、で今なんか温まっていって軽くなった水の粒が浮かび上がっていって、はい、でこの辺から全く見えなくなって水蒸気になっていると、はい、逆にだから水蒸気冷やしてあげれば、はい、あのこの水の粒になって雲になって見えるということですね。なるほど、はい、無理やり冷やしていこうと。無理やり冷やしていこうと、はい、ただ上空だとめちゃくちゃそんなに冷えないので、はい、核っていうものがないと雲ができにくいってことらしいですね。うん、はい、だけどまあ無理やり強制的に持ってきますねこちらね、はい、マイナス196度の液体窒素で冷やしてあげると無理やり雲を作ることができるという、はい、なるほど、はい、はい、じゃあこれをやっていきましょうか。はい、私は離れてますね。あ、本当ですかじゃあちょっとあの、はい、先生ここで覗いててもらっていいですかそれは危険ではない。それはあの危険なんですけど、はい、雲をできるだけ近くで観察したいという気持ちがあれば、はい、ここでちょっとやっててもらって。なるほどなるほど。先生それは振りですか、マジですか、マジですかちょっと判断ができなくなっちゃって。あ、そうですか。はい、あの実験台くんならやるんですけど、はい、今日はここはちょっとまずそうじゃないですか。そうですね、はい、まあ、でもできるだけちょっと近くで、なんでね、見てくださいよ。この辺で雲をね作ってみますので、はい、この辺大丈夫ですか。大丈夫ですね。はい、はい、じゃあいきますね。はい、3、2、1、それ。うわーって、おおおおということで、たはい、たくさんの雲ができました。いやー、ちょっとどうですか、満足しましたか。いや、見てる皆さんきっと満足ですよただ一つだけ私すごい満足なんですよ。一個言いたいのは、はいはいはい、絶対ここダメでしたよねちょっとカチンコチンになるかもしれないですね。でもね、見事な雲が出来上がりましたね。はい、出来上がりました、はい、ね、雲の中にいるってこんな感じなんですね。はい